はい、始まりました映画の話したすぎるラジオリニューアル第65回になります。この番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー週刊マガジンて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。関西の映画シーンを伝えるサイト、キネボーズを運営しています代表の原口です。マリオンです。よろしくお願いします。お願いします。 お願いします。はい。えっ、ー、と、ちょっと前田さん参加遅れてまして、もう、おのの近況をちょっと話してしまうかと思うんですけども、原口さんは最近いかされてましたはい。いくらか、劇場で見たりしちゃう、視を見てまして、すいません。ちょっと凝縮して、3つちょっと紹介したい作品がありまして。はい。で、えっ、ー、と、1つは、えっ、ー、と、派遣アニメ。はい。 で、これ、いい感想を、この後、マリオさんが話すと思うので、ちょっと私は、業界的な話をすると、えっと、作品はテレビアニメ制作現場なんですけど、私がお世話になってる結構、映画協会にも共通していることがあって、いわゆる映画の制作の人たちと、映画宣伝の人たちっていうのが、考え方がそれぞれあって、その辺の意見を合わせていくっていう意味で、結構、何でしょうこう、分かる意味がある作品だったなっていう感じがしてて、うん、 映画の制作にかけるお金と同じぐらい宣伝にもお金をかけないといけないっていう考え方があって、そういうのがあると結局宣伝でどういうことをするかっていう意味で結構分かりみがあったような作品かな。で、結構これが業界絞らずクリエイティブな仕事に関わることだと結構共通してて、制作現場と営業さんのいがみ合いとか一致合わないっていうので、結構そういう業界とどこでも通ずる話なんかなっていう、いわゆるお仕事映画として結構楽しめた作品です。 うん、じゃあ、で、続きましてですね、えっ、ー、来月6月17公開のメタモルフォーゼの縁側。ああ、はい。はい,はい、はい。あの、漫画が5巻ぐらいで、結構話題になってる作品かなと思ってて。で、いわゆる芦田愛菜さん演じる書店で働く女子高生と、宮本物子さん演じる夫の三回忌を終えたいた前田おばあちゃんが、BL ボーイズラブ漫画を通じて繋がっていく人間ドラマっていう。はい。 漫画が5巻ぐらいやって、それをまあちょっと脚色とかしながらどうにか2時間で収めてはる話ではあるんですけど、何しこう、好きなものについて語り合うのに、あの年齢は関係ないっていうのが非常に面白いところで、で、その見える漫画で盛り上がって、コミケに行こうとしてみたり、えー、コミ、ケやか、えー、と制作した、同、えー、人誌を出展しようとする話ではあるんだけども、結構これがですね、あの、 自分の好きなものを誰に認めてもらうか、あの、誰に触れてもらうかっていうところが結構大事な話で、その辺のクライマックスがね、結構グッとくる話に仕上がってまして。うんなんか自分もインタビューしたかった人にようやくインタビューできた時のことを思い出して結構グッと期待してました。うんうん。なるほど。はい、漫画原作なんですね、これ。あ、はい、漫画原作です。はい。知らなかったんです。 で、あともう一個紹介したいのが、関西では6月17日に公開される、私たちは大人。はい。これはですね、主演はメインのカップルとして、菊クとギロチンとかで注目された、桐生舞さん。 と藤原季節さんがメインの話でその二人が桐生さんがチラシのデザインとかできる子で藤原季節さんの方が舞台の道を進もうとしてる人たちと二人が出会ってくっついたり離れたりまたくっついたりするっていう話なんだけれども最終的に桐生さんの方が認識したとでもひょっとしたら、はい、この子の父親は藤原季節の方ではないかもしれないうん っていう、ちょっとそういうところから始まった、あの、ドロドロとした恋愛ドラマ。うんうん。で、見ながらね、いわゆるそういうになると、子供をおすうろさいとか、その子供お父さんは誰なんだで、DNA 検査だとしてみようとか言うけども、そういうのでやっぱり、こう、二人の中が賢役になっていく姿が結構描かれていて、なんか俺は見ながら、まあ、うちは子供はそういうのはなかったけども、妻とお金に関してちょっと、口論するときになったとの態度とかが、非常に重なるところがあって、なんかこう、 騙される思いいいをしなながら見ててたっていう、うん、個人的な話ですけど <laughs> というので結構、うんうん、見る人って結構ね、感じ方はちゃうかなと思うんですけど、そういう意味で、結構ね、愛がなんだとか、花束とか、愛の最近やった話題になった、コンアジアでも取り上げられた恋愛映画に結構通ずるものがあるかなという作品です。あ<ー>うん、なるほど。確かに、ヒリヒリしそうな感じはしますね。うんはい、もう聞いてるだけでね。で、ちょっと書き足で3本紹介させていただきました。はい、以上です。 はい。マリオンさんいかがされてましたそうですね。僕は、今週は、鋼の錬金術師の完結編、うんうん、復讐者スカーでしたね。うん、と、派遣アニメと、うん、あと、大河への道を今回見てますね。うん、はい。やっぱこの中で、やっぱ結構、グッと来たのは、やっぱ僕も派遣アニメ良かったなと、うん、というになったんですよね。うん、まあなんか、アニメの制作現場とかを描いた、 話って、まあ、白箱とか、アニメですけど、あったりするじゃないですか。もう結構もう、白箱も結構すごいいい作品だったので、まあ、なかなかこれ超えるのとかも結構大変じゃんって思ってたんですけど、いや、実写映画でなかなかこれ、なかなかうまいことやってるじゃんっていう、シンプルにこう、一つのなんか誰かの心に刺さるようなアニメを作りたいっていう思いで、こう、みんながぶつかり合いながら何か作っていくっていう、なんか、それだけでなんかちょっとこう、まあ、熱いドラマが、 展開されるし、なんかそういうのをやっぱ観客もなんか信じたいねっていう気持ちがやっぱあるので、なんかやっぱそういうのを見てるとやっぱこう自然と見てる方も胸が熱くなるし、またね、こう劇中で作られるアニメの、劇中アニメが2本あるんですけど、なんかそれのこうのめちゃくちゃ面白そうなアニメ作ってんじゃんってやっぱちょっと見ててなってしまって、うん、なかなか映画の中に出てくる劇中劇とか劇中音楽とか、 って、なんか、あまり説得力がなかったりするじゃないですか。うん、なんか観客がみんないい言ってるだけみたいな。うんうん。ってあると思うんですけど、なんか今回の派遣アニメで作られているそのアニメのめちゃくちゃ見たいって思わせてくれるこの出来栄えにちょっとびっくりしましたね。うんうん、本当に。うん。運命戦線リデルライト僕絶対むちゃくちゃ好きですよ。あれ。<laughs> ですよね。ですよね。うん、いや、本当思ったんですよ。 本当に。これは好きやわと思って。そう。もう、本当。<laughs> また、その、モデルとなってる人が、池原国福っていうの、はい。らしいじゃないですか。はい、もう余計になんか、ああ、作りそうってお。王子ですからね。うんうん。そうですね。名前も王子ってですよね。そうそうそう。 なんか、ここまでなんか綺麗にトレースしてくれるのかっていうか、ちゃんとそれっぽいアニメをできて作ってくれてるっていうのがちょっとまあ結構テンション上がったりとかもしましたし、うん、まあなんか、まあ単純に派遣アニメという作品で描かれているそのアニメにおける派遣とは何ぞやみたいなところに、ちょっといろいろなんか言いたいことあるぞっていうのはあったりもしますけど、まあね。まあねうん けどなんかそういったことを含めていろいろ喋りたくなる。うんうん、単純に物語も面白いしそういった意味でも喋りたくなるという意味でもやっぱ結構僕の中では結構今熱い映画でしたね。うん、そうですね。はい。はい。えっとじゃあ僕も派遣アニメ見てきたんですけど、正直あの、完璧な作品とは言い難いとは思うんですよ。うん、ただ、あの、むちゃくちゃ好きで <laughs>、むちゃくちゃ好きで結構今年上位なんですよね。 で、途中で出てきたセリフでね、<laughs> 世界のどこかに自分を分かってくれる人がいるし、自分が分かってくれるっていうものを見るかもしれないみたいなセリフがあって、 むちゃくちゃいいセリフ言うやんと思って。<laughs> そうですねあ、まあ。自分が生きてる意味を人ではなくて芸術が与えてくれるかもしれないよねっていうことを言ってるっていう。それの端的な説明というか表現としてすごい優れたセリフだったなと思って。あの、アニメ業界の誇張はちょっと古いなって思うんですよね。 派遣どうこうって言ってるのも古いし、うん、円盤の売り上げって言ってるのも古いし、そうですね。ちょっと全体的に古いと思うんですよ。そうですね。で、年代がちゃんと2022年って出てくるから、余計そこのギャップ感じるんですよね。うん、原作は10年前ですよね。確か。うん。あの、10年前やったらリアルなんですよ。その円盤売り上げで派遣とか言ってたの割と時代的に合うんですけど、うん、今ってもう、そもそもリアルタイム視聴自体しないですよね。アニメ見るとき。もうほとんどサブスクだし。そうそうそう そうなんですよね。うん,うん、うん。今時、視勝率争いなんてやってないよねっていう。うん。ただ、なんかその、まだ売り上げとかに躍起になれた時代のエネルギーがあるなとは思ったんですよね。もう直接この作品のものを売ってるっていう。 自分が作ったものにお金を払ってもらってるっていうことを信じられた時代が10年ぐらい前までだったのかなと思って今ってもうそのお金払ってるのはもうサブスクサービスにお金払ってるわけだから作品にお金払ってないんですよねやっぱ、うん そこで入ってるサブスクの中で、まあ、どれ見るかっていう中で、消去法的に見られるみたいな感じがあると思うんですけど、リアルタイム視聴するとか、円盤を買うってもうそれを選び取るっていう意味が込められてるなと思うんですよね。なんかそこのね、厚さがあるなと思って、今もうちょっとアニメ業界クールだと思うんですよね、そのあたりの感覚。 うんなんか、あえてそこの古さは僕はいい方向に働いてたかなと思いました。うん。うん、あと僕も白箱思い出したんですけどね。えっと、白箱も非常に優れた作品なんですけど、白箱より明確にここはこの作品の強みかなっていうところがあって、やっぱ実写映画ってことだと思うんですよね。実写でアニメを作ってるっていうのが、うん 本当に作ってるっていう感じがするとは思って、やっぱ白箱ってアニメないアニメを作る話なので、そんなに境界線って明確じゃないというか、その作風が変わるわけですよね。白、うん、箱本体と劇中劇とで作風が変わるって感じなんですけど、やっぱりその実写とアニメを行き来することで次元が変わるっていう感じがあるのは、やっぱりその実写でアニメ作りを描くっていうことの強みだったのかなとは思いました。<ー>はい。でもあの非常に好きな作品です。あの <laughs>、 好きのない大傑作とは言わないです。もう僕が好き。うん。はい。って感じでした。はい。うん。うん。いやもうなんか、いや、派遣アニメ界やりたいぐらい結構喋れそうなぐらい好きですね。ほん、はい、なんか、個人的には。うん、はい。じゃあ、今日は一旦テーマトーク行こうかなと思うんですけども、今日のテーマトークはルローの月です。はい。では、原口さん、解説をお願いできますか 2020年本屋大賞を受賞した、ナギラユーのベストセラー小説を、怒りのリー・サン・イル監督が、広瀬すずと松坂通りの主演で映画化。ある日の夕方、雨の公園でびしょるねになっていた10歳の少女、カナイサラサに、19歳の大学生、佐伯文が傘を差し掛ける。 おばに引き取られて暮らすサラサは家に帰りたがらず、フミは彼女を自宅に連れて帰る。サラサはそのまま2ヶ月をフミの部屋で過ごし、やがてフミはサラサを誘拐した罪で逮捕される。被害女子とその被加害者という楽院を背負って生きることになったサラサとフミは事件から15年後に再会するが、サラサの現在の恋人、中瀬良を横浜流星。 心の傷を抱えるふみに寄り添う看護師谷あ海を多部美香子が演じるパラサイト半地下の家族の本玄丘が撮影監督を担当となっております。はい。じゃあ、ここからネタバレの話入っていこうかと思いますので、もし見てから聞きたいという方がいらっしゃったら、まずは見ていただけたらなと思います。 では、サーリーの感想を伺っていこうかと思うんですけども、ハラムさんいかがでしたはい、えっと、この作品、まあ、事前に試写で見たんですけど、まあ、結構何回かやってて、先に見た人から、ちょっとすごいよ、見てっていう噂を結構聞いてて見てたんですけれども、 だからあーのー、見て、結構ね、公開されるまでが、これ、どういう意見になるんやろう、結構不安があったんですけど、とはいあのー、私が思ったのは、なんかこう、サラサと、クミの関係は、イノセンタモンとして受け止めてて、うん。イノセンタモンとしてて、ちゃんと真相が分かった上での純粋に二人の関係を応援しているような感じがあったので、ラストで、警察が再びやってくるところ、 が、もう、こう、非常になんでしょう、もう胸が苦しかったというか、あの、視察室で見ながら、おつが出そうになるのを、なんかこらえて逆にむせてしまったっていうような感じだったぐらい、ちょっと結構思い入れがある作品ですね。なんか、今年の作品でも傑作の一つに入れていいと思っている作品ではあります。はい、はい。マリノさんいかがでした そうですね。なんというか、とても危うい作品だとは思うんです。うんうん、やっぱりこう、女児誘拐犯を誘拐したっていう構図には変わらないし、うん、まあ、あと、本当最後の最後にわかる文のある、誰にもちょっと言えないような秘密みたいなところとかの描き方も、まあ、なんというか、もううん、そういったいろいろなところが危ういなと。うん、なんかこれをただなんかちゃんとこう、なんて言うんだろうな。 なんかこれにそのまま飲まれてしまうのはちょっとまずいような気はするんですけど、うん、でもどうしてもなんかこれに飲み込まれてしまう自分がめちゃくちゃいて、うんうん、なんかもう、まあ、2時間半というこのすごい時間をかけてこの2人の関係性の過程とその境地みたいなのが描かれて深く彼らのことを知ってしまった後で彼らのことを何か言えるのかっていうのがちょっと僕にはあんま言えないなっていうふうにちょっとなってしまって、うんうん 結構ちょっとあまりこの映画を冷静に見ることがあまり僕はできなかったですね。もう結構どっぷりとこの二人に感情移入してしまったなっていう感じでした。うん。はい。えっと、僕はですね、まあすごい作品だなとは思ってるんですけども、フィクションじゃないとやっちゃダメな話だな。<laughs> まあ当たり前なんですけどね。物語だからフィクションなんですけど、フィクションじゃないと絶対に許容できない話だなと思ったんですよ。 で、わからない立場から好きかっていうみたいなことの、まあ、良くなさみたいなのは描かれてる映画ですけど、同時にわかってたらそれ許していいのっていう話でもあると思うんですよね。うん、で、この映画の中に正しさがないと思うんですよ。<laughs> だから、あの、どう語っても何かを傷つける映画だと思うんですよね、僕はこれ。うん どっかを肯定したら絶対にどっかで誰かを傷つけることになる映画だなと思って、むちゃくちゃ危険な映画だなと思います。で、その上で答えのなさみたいなのをちゃんと考えれよという。だ、うん、からまああの、例えばこの映画の中に自分がいた時に自分はどうする立場なのよっていうの。で、それを今物語見た時は感動してたけど、これが現実だったらあなたはどうするんですかねみたいなのをね、むちゃくちゃ考えないといけない映画だなと思って、怖いですね。 これは、危険です、この映画は。はい。<laughs> ちょっと、はい、まあ,あの、うん、僕今、今日メンタル不調なんで、あの、語るとやむんじゃないかなって思ってます。<laughs> <laughs> はい。まあじゃあ、あと、お便り紹介させてもらうかと思うんですけども、はい、向かい。無回転観覧車さん。 皆さんこんにちは。いつも楽しく聴かせていただいています。まずはシンウルトラマン回。楽しく聴かせていただきました。私はそれなりに楽しめましたが、何かもやもやするなぁと思っていたら皆さんの感想、見解を聞き、激しく納得し、すっきりしました。山口さんのお怒りはごもっともだと思います。また、マリオンさんが提言してくださった演出にしたら間違いなくさらに面白くなったと思います。さて、今回はイ・サン・イル監督の流浪の月だそうですね。 先日のハッチング、不可に続いて、今年ナンバーワンほぼ確定と豪語しましたが、それを揺るがすほどのこれまた超傑作でした。イー監督作品は、フラガールで涙が枯れかけ、悪人では悪人とは何か、彼は悪い人なのかを問いかけられました。この流浪の月はまさにその両方でした。サラサとフミのことを何も知らない連中が言いたい放題なのが許せませんでした。 それでも、二人が一緒の時の、あの何とも言えない優しい時間が流れている雰囲気に、ただ幸せであれ、と祈りたくなるラストでした。また、この作品で素晴らしかったのは、両役の横浜流星さんでした。スーパー戦隊ファンでもあるので、列車戦隊特急ジャーでの光くん役の爽やかでキラキラした横浜流星さんからしたら、信じられない別人でした。 とんでもないクズ野郎に描かれていますが、彼がサラサを実家に連れて行ったくだりを見て、ああ、彼も傷を負った一人なんだなと気づき、その悲しい姿に涙してしまいました。というのも私は農業をしておりまして、幼い頃厳格な祖父に、お前は将来農家を継ぐんだとずっと言われ続けていました。 反発心から中学では猛勉強にあけくれましたが、それに疲れ、受験時にしたい仕事もできない人だっているのに、畑や道具を用意してくれているのはありがたいことだなぁと思うようになり、地元の農業高校に進学し、今に至ります。今はやりがいを持ってみかんを育てています。いつか映画の話したすぎるバーに差し入れしつつ、お邪魔できたらいいなぁ。長文乱文していたしました。皆様の感想を楽しみにしていますと。ありがとうございますありがとうございます。ありがとうございます。 新ウルトラマン界を飲み込んでいただけたのは非常に嬉しいというか <laughs> 安心しましたね。そうですね、うん。なんか分かってもらえているならよかったですっていうか。<laughs> はい、うん。と、まあ、あの、横浜流星さんね、多分後で話すると思いますけど、うん、すごかったですね、本当に。はい。えー、っと、では、もう一通いただいております。スートラマンさん。 よりいただいております。映画の話したすぎるラジオも、皆さん、こんにちは。スートラマンです。いつも楽しく拝聴しております。早速、ルローの月の感想です。ちなみに原作は未読です。難しいテーマの映画ですし、なかなか扱いの難しい映画だと思います。幼い女の子を誘拐したロリコンの加害者フミ、誘拐された悲劇のかわいそうな被害者サラサと言われる二人、けれど本当のことは二人にしか知らないってのが切ない。正直僕もこの事件の報道を見ればそのように思うと思います。フミ、サラサ、 カリンの三人にただただ幸せになってほしいと思いました。映画を見ていろいろ考え思うことがありましたが、テーマがテーマなんで短い文章で伝える文章力もないですし、誤解されたままになってしまうと怖いので、あまり突っ込んだ感想はやめときます。 ならメールを送ってくるなと思うかもしれませんが、少しでも楽しい配信のモチベーションになってくれればと思いメールさせていただきました。これからも可能な限りメールで参加させていただくと思うのでよろしくお願いします。皆さんの感想、特にマリオンさん VS、前田さん楽しみにしていますと。<laughs> <laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。その VS を。前田さんはいないんですよね、これが。<laughs> そうですね。なんか、やっぱりこの番組の楽しみ、 になるんですかね僕と前田さんのこうぶつかり合いみたいな、うん、<laughs> そうなんだ。<laughs> <laughs> <laughs> でもぶつかったこと猿れ学長会ぐらいしかなかった気がするんですけどね。うん、そ,うそうですね,ね。印象が強いとね、<laughs> 横に流れていく。うん。だしね、すごく、まあぶつかりますけど、すごく建設的というか、なんかめちゃくちゃなんかいろいろ気づきもあるので、毎回楽しいんですけど、そこはね。はい。 あのね、あと、この映画はね、本当に、うかつに自分の意見言うと、あの、ちょっと人格破綻者みたいに言われかねないというか、<laughs> うん、あの、そう、そうどう語っても間違うと思うんですよ、本当に。うん。どう語っても何かを間違うと思うんで、で、本当むちゃくちゃ危ないですよ、これは。<laughs> うん、本当ですよ。うん。いやでも、まあそんな。はい、あ。えー、まあじゃあ、<laughs> はい、具体的な話入っていきましょうかね。 じゃあ具体的な話入っていこうかと思うんですけれども、まず、あの、話の前に撮影の話ちょっとしたいなと思ったんですけど、いはい、撮影素晴らしすぎないですか,かで、ね、いや、ちょっと、なんて言うんですかね。あの、青がすごくいいな、この映画って思ったんです。青色が。なんかこう、朝焼けの、こう、うん、まだ日がこう、昇ってるか昇ってないかぐらいの時の青空 言うんですかね、こう若干青い感じの光みたいなのがすごく印象的になんかこの映画を見てて思って、うんうん、なんかそのまああと結構湖のシーンとか水辺のシーンとかも多いのでなんかそういったモチーフって結構使われてるなっていうのも含めてなんかすごくこう冷たいんだけどすごくそのなんか奥,、うん、奥にはすごくなんか熱いものが湧き出るようななんか熱い何かがあるみたいななんかそういった雰囲気の映画だなっていうふうにちょっと思って。 うん。まあ、炎の色で考えても、うん、確か赤い炎より青い炎の方が温度って確か高いじゃないですか。うん。やっぱなんかそういうイメージなんじゃないかなってちょっと個人的に思いましたね。うん。もうね、あのー、水の質感みたいなのがむちゃくちゃパキッと出てるんですよね、えー。冷たい水は冷たそうに、生ぬるそうな水は生ぬるそうにみたいなのが伝わってくる感じがあって、この話の 全体が持ってる質量というか、ぬめっとした空気感みたいなのが、ぬめっとしつつ美しい空気感がすごい出てて、うん、撮影だけでね、なんかご飯何杯もいけるわ、ぐらいの。うん本当。あの、なんかちょっと飲み込むのが難しい映画ですけど、それを成り立たせる絵力があったなと思いましたね。うん、そうですね。で 撮影監督が、ポンジュノとか、ナホンジンとかと作品とかを手掛けてる方なんですよね、確か。はい。はい。うん、なんか、いや、確かになんか手掛けたこう作品のラインナップとか見たらもう、パラサイトとか、コクソンとかって名前が出てくるともうなんか、いや、確かにすごい、すごい綺麗だったな、その映画もって思ったので、なんかもう、今回もなんか、まあ、これまでの、ま、怒りとか、悪人とかの作品もま、綺麗な作品でしたけど、うん、ちょっとまあ、あ、うん ネクストレベルじゃないですか、うん、今作がみたいなって感じはしましたよね。うん、うん。いや、よかった。だから、あの、雲とか月とか空とか,か、だから自然を映し出すのが非常に綺麗なっていうのは、うんうん、そこが作品のその時の情景をしっかりと捉えてるなっていう感じがありますね。うんうん、うん。あと、まあ、お便りもありましたけど、横浜流星さん、両役、うん、あのー、 本作の結構、まあ前半の目玉だと思うんですけど、うん、あのー、うん、暴力性はすごかったですね。これこそがなんというか、男の面ヘラってこういうことなのかなみたいな風になんか見ながら思ってたんですけど。うん、ちょっとずれるとストーカー見たくなってしまう。うん サル学長の時にその女の人の格好メンヘラみたいなのは結構話しましたけど、やっぱ男でメンタリティがちょっと病んでると、手を出せるっていうのがね、うん、手を出して勝てるっていうのが結構先立つのが恐ろしいなとは思うんですよね、やっぱ。そうですね。結構、そういう DV 描写も結構激しかったですもんね。うん。うん、あの容赦のなさは良かったですね。あと、このあたりは、 あの子は貴族とかもちょっと思い出したとこだったんですけど、田舎の家の圧力みたいなのがすごいあって、まあ彼を歪ませたのは多分あの家の影響も結構あるんだろうなとは思ったんですよね。うん、その、サラサが挨拶に行った時暴力受けてるのを分かってるけど別に言わないっていう。うん、で、別に暴力をゼとしてるわけではなく、まあ結婚したら 落ち着くでしょうとか、子供できたらまあなんとかなうでしょうみたいな、それを軸に考えてるから、そういうとあの、今どう思ってるかとかを本当に甘く見てる感じ。うん、で、それを、やっぱ、あの、一家の子供は言うけど別にそこに助けはないんですよね。うん、残酷だなと思って、言うだけっていう。で あの子は貴族は僕本当に比べながら見てたんですけど、人と話してて、あの子は貴族の批判ポイント。僕あの映画大好きなんですけど、批判ポイントとして、田舎を捨てれる人の話っていうのが、あの子は貴族の批判ポイントとしてあって、田舎にいる人たちは、その田舎から出られない、そこで生きていくしかないからこそ視野も狭くなるしっていうのがあると。 あの子は貴族の三原貴子は、捨てられる弾力と能力がある人なんですよね、やっぱり。で、それがない人たちの話だなと思ったんですよね。不便もサラサも、あれ、まあ、多分あの、ロケ松本市でやってたので、長野県の松本部隊っていうことでいいと思うんですけど、あんな事件を起こした、あるいはそのあんな事件に巻き込まれた二人が、それぞれその地元を出て行ってないんですよね。うん え僕、それ、すごい不思議だなと思いながら見てたんですけど、その、この生まれた場所で、ちょっと忌まわしい場所を捨てることができない。なぜなら、そうやって生きていく力がないっていう話だなと思うんですよ。うんうん、東京行って自活して、自分の人生を一新したら、これまでの過去を捨てて生きていきますとか、っていうことができない人、過去の絵にしに頼らざるを得ない二人の話だなと思ったんですよね。 で、その、あの子は貴族が切り捨てた人たちの話だなとは思ったんですね。だから、あの、サラサも、その事件のことをいじられ続けるじゃないですか。そうですね。いや、めちゃくちゃしんどいと思うんですけど、うん、それでも、なぜそうやって生きていくかっていうと、事件のことをいじられることで、サラサの立ち位置は作られるんですよね。そうやって生きていくことができてしまう。それって、ものすごいストレスフルなことだなとは思って、 うん。なんかね、その、出ていけない。今、ここにいる場所から出ていけないっていう、その、呼吸困難になりそうな閉塞感がずっとある話だなと思ったんですよ。で、特に前半、りと付き合ってる時のサラさの、夜寝てる時に、過呼吸というか呼吸困難というか、呼吸がちゃんとできなくなるっていう、その、精神由来と思われる症状が出てるところ、もうこんなに追い詰められてるのに、じゃあ、 この生活を捨てたらいいのかって言ったら、そもそも捨てる選択肢などないっていうのがね。うん。怖いんですよね、本当に。そうですね。確かになんか、最初見ながらやっぱり、サラサっていう人は、なんかすごく受け身というか、何でもなんか飲み込む人だなって。 っっていう,ふうには結構見えたんですよねやっぱり、うん、まあそれなんでかって言ったら、受け入れてもらうための諸聖術だなみたいなふうになんか、僕は結構見えたので、うん、で、なんかそれがその山口さんが言うように、そこに残らざるを得なかった人たちの話だっていうふうに捉えることで、なんかそこが、なんかすごく腑に落ちるなというかふうには、今、改めて思いました、ね。うん でも最終的にその結局まあでも結末的には彼らはあの街を離れるのかなっていう感じのラストにやっぱなってるっていうのがなんかちょっとこう希望をめいた感じにやっぱまあ最後見えるよねっていう、うん、それでいいのかはわからないけれどもまあ二人にとってはそれは良い方向だと思っているんだろうなっていう、うん、また別のどこか川の流れる街に行けばいいさっていうことなのかなっていうふうにはなりますよね、うんあのー 結構前編通して水のモチーフがずっと使われてたと思うんですね。で、悲劇的なことがあれば大雨が降り、過去に記憶を遡らせるときには川に行き、で、最も自分が安心できる瞬間を求めたら湖に行くんですよね。で、まあ、その心情と水っていうものが常に重ねられてるなと思ったんですけど、同時にその雨が降っても川が流れても、海にたどり着けないっていうのが、 あるなぁと思ったんですね。あの、湖に行っちゃうわけじゃないですか。そうですね。で、まあその、松本市の山梨県の山に囲まれた場所で、どんなに流れても、どんなに雨が降っても、ここからは出ていけないっていう感じが僕するなぁと思ったんですよね。なんか、海って見えたら、ここではないどこかっていうものを感じることができるんじゃないかなと思ったんですけど、うーん 湖なんで、あの、対岸見えちゃってるっていう<ー>。<laughs> どの景色も基本的に山に囲まれてるっていうのがあって、なんかね、狭いんですよ、本当に。常に狭い。救われる瞬間がない。 って思ったんですよね。なんか、この本作のサラサが海を見てるシーンがあるだけで、サラサの心情って全然違うものに見えたと思うんですけど、海には行けないっていうのはね、なんか、どういうコマでイットしてるかわかんないけど、あるかなってちょっと思いましたね。そっか。確かに松本市って、長野県でしたっけ長野。長野、ね、長野県ですね。長野県って海ないもんな。はい、海ないですもんね、そういえば。はい うん、そうなんだよな。そのやっぱ水で言うのやったら、やっぱ最初の方、やっぱタイトル出る直前に、やっぱ濁流が流れるシーンとか、なんかもう、2人の行く末をもう、まんま暗示してる感じやったんやな、とかっていうのと、うん、まあ、あと大人になって再会して、うん、まあ、なかなかこう、お互い喋りかけないじゃないですか。うん、なんていうか、もう触れてはいけないというか、ふうに思ってるとでもなんか触れ合いたいみたいな感じで、うんうん、で、ようやく2人が近づいてっていうふうになった時に、やっぱ、うん、 カフェオレですよね。うん。なんか、うん、コーヒーにミルクを入れるところで、こう、そこでお互いようやく混じり合うみたいな演出とかしてて、うん、なんか凝ったことしてるなーっていうふうに思いましたね、そう,うあのね、喫茶店での距離感の、あれね、<笑><笑>うん、辛いなーって思いながら言ってましたね、うん。うん。そうですね。なんか、気づいたけど話しかけていいものなのかみたいな、うん、って感じになって、 で、いざ話しかけようと思ったら、海には彼女がいるっていうのがわかるシーンがあるじゃないですか。なんか、あそこで、なんか、うん、もう私のこと見てないんだ、じゃなくて、彼にはちゃんと彼の幸せがつかめたんだ、みたいなところで喜んでるっていうところが、なんか、すごくなんか、いいなと思いましたね。まあ、ちょっとなんか、家まで追いかけてるシーンはちょっと狂気人生で、ちょっと怖かったですけど。うん あのー、今回のタンさんは実は、たべみかっこが、結構今までの演じた役とは結構雰囲気が違ってたかなと思ったんですけど、うーん。たべさんでたべさんの可愛らしさが結構あると思うんですけど、今回そういうのあんまり前面に押してないな、とか、大人の女性っていう雰囲気が結構出たな、という個人的には感じてて。うんうん。結構あの、夜のピクニックとか結構初期から見てたもんで。うん。うん、なるほど。 多部さんもすごい複雑な役回りでしたね、あれは。いや、それは裏切られたと思うろうだと。<laughs> うん、まあ、そうなっちゃうかーっていうね。うん、そうですよね。うんうん、あそこ、またもどかしいのが、踏みは踏みで彼女のことを守りたかったというか、うん、彼女との歩む道っていうのも考えてたと思うんですけど、うん、っていうことは言ってたじゃないですか。うんうん けどなんかそれはやっぱなんかでも彼が抱えた秘密はやっぱ最後まで言えないっていう。でも言ってしまったら壊れると思ってたから多分言わなかったんだろうなって思うんですけど。でも、で、彼女が彼の正体というか、実は女児誘拐犯でしたっていうのを知った後に、なんかこう、言ってくれたらよかったのにみたいな、というか。まあその言ってくれなかったイコール信用してないみたいな風な捉え方をするじゃないですか。やっぱどうしても。なん。かそこでこう、お互いの思っているがゆえに、 ずれてしまっているっていうところにか僕はすごくこうやられてしまうというか、うん、なんかそういうこう他者との関わり合いとか、まあ、理解できるかできないかみたいな問題にやっぱ僕はどうしてもこう敏感になるので、うんうん、なんか本当にちょっとドライブマイカーの話とかそういったのでも話していると思うんですけど、なんかそういったものの,その僕に刺さるテーマみたいなのとかが結構やっぱこの絵がたくさんあっただという感じなので、 なんかこう、どんなにこの映画が危うくても、なんかそこでどうしても突き刺さってしまう自分がいるっていう、うん、ちょっとかなり複雑な思いっていう感じですね、うん、本当に、うん。あの、倫理的な不確かさを描いてるという意味では、これ以上フィクションでしかやれないことってそうないなと思って、うん、人を殺すとか別に全然倫理的な問いかけじゃないですよね。ダメなこと前提で作ってるから。うん でもダメだけど面白いよね、母って言って作ってますけど、あの人がいっぱい死ぬ映画って。やっぱこの映画が描いてることって本当にフィクションのやる意義みたいな部分はあるかなとは思うんですよね。だって、現実にこれがあったとして、それについて考えることもちょっとはばかられるというか、あの、うん、思考実験的な意味では、こんな強烈な話そうそうないと思うんですよね、本当に。そうなんですよね。あ、その、 女児誘拐犯っていうことで、まあ、ロリコンのレッテルを貼られるわけですよね。うん、社会から。うん、で、その、犯罪行為というよりも、その、ロリコンというレッテルの方が、社会としては、モテ遊ぶ材料としては、まあ、より強いというか、うん、まあ、あの、おもちゃにしたいって感じだと思うんですよ。ロリコンっていう材料を。で、それは、被害者の方も、同様っていうのがね、 また嫌だなとは思うんですよね。あの、女児誘拐の被害者にあった方も同様におもちゃにされるっていう。そこがすごい嫌だなとは思いつつ、じゃあその、さらさとふみの関係が良かったんですかって言ったら、全くそんなことはないんですよ。そう。うん、あの、児童誘拐であるとか、児童誘拐から つながる性暴力であるとか、あるいはもう殺人事件みたいなことって世の中にいっぱいあるわけですよ。うん、で、僕は一応人の親なので、そういう事件により強く反応してしまうとこがあって、本当におぞましいことなんですよ。うん、この世で最も絶対役に近いものだと思うんですね。うんうん、子供に対する暴力、性暴力とかって。じゃあ、サラサが、 今の生活に苦しめられてたから、それを救う意味であれをやったっていうことが、うん、肯定されていい要素があるかって言ったら、うん、基本的にはないんですよ。で、それは、ふみ本人も多分ちょっとわかってるとは思うんですね。うん、その、ラストの方のシーンで、サラサがケチャップを口につけた時に、口紅のようになってる時に、うん、ちょっとその口ビルについたケチャップを脱ぐ時に、その、性衝動を覚えてるんですよ。うん そうですよね。そこ、そういう風に見えました。僕も確かに。まあ、ちょっと、どう捉えるか、解釈の余地あるかもしれないですけど、僕はあれは聖書堂だと捉えたんですけど、本作って、本当にフミがロリコンなのかって結構ずっと隠されてたと思うんですよ。うん。で、あのね、途中でね、その子供時代のサラサが、フミロリコンってどうなのみたいなことを、あの、話しかけるシーンがあるんですけど、うん,うん。そんなシーンなかったやろうって思って、すごい <laughs>、なんか、 その、サラサ自身がフミをロリコンと決めつけてるじゃないですか、全体的に。ね、大人になったサラサが、あの、私がもっと若かったらフミのしたいことをしてあげられるのにな、とか言ってんなんとお恐ましいこと言ってるんだ、こいつは、と思って。うんうんうん、そう。うん、だから、相手のこともちゃんと信じてないじゃんって思ったんですよね、あれ見てね。フミが好きなのは、あの頃の私であって、今ある大人の私は、それの残りがなんだなっていうのを、ちょっと自分で、 言っちゃってるじゃないですか。で、それを分かった上でですよ。知り合いの子供預けるわけですよ。ね、もちろんその、性的対象だから、その性行為を及ぶとか、性暴力を行うとかって、全然そんなことはないですよ。もちろんね。その、同性愛者だから、いやなんか、あいつを一緒にいたら、狙われちゃうんかな、みたいな、そういう、まあ、あの、物言いがあったりとか、それ言い出したらね、じゃあ、男女いたら常にそこに性行為があるんですかって言ったら、そんなわけないじゃないですか。 うん、でも、やっぱり、大人と子供って間は絶対的に違うんですよ、そこは。ね、なぜなら、そこに関係が生じるの時、絶対に大人と子供の関係は暴力だと僕は思うからなんですね。うん、で子供に対しては、大人は絶対に何がしかの言うことを聞かせないといけないからなんですよ。で、そこに絶対に対等性はあり得ないと僕は思ってるんですね。 で、それを、なんか、あの、ピュアな心のやりとりとして、信頼関係が成り立ってるように描いてる幼少時のシーンは僕はむちゃくちゃ怖いなと思います、本当に。うんうんうん。そうなんですよね。そう。やっぱり、本当に肯定できないというか。うん。うん、うん。やっぱダメでしょっていうのは、どうしてもやっぱ思うし、うん、本当にあの、途中であの、うん、かつて誘拐された女児と、 誘拐犯がまたよりを戻してみたいな、こう週刊誌の報道がされるじゃないですか。うん、で、あそこでまた、女児というか、パートの同僚の娘さんでしたよね、確かね。を預かっているところの写真とか撮られてて、うん、なんか当てがってるのかみたいな報道がされるってましたけど、うん、いや、そうにしか見えんよっていうことなんですよ、本当に。本当やっぱり、社会的にもうちょっとどうかと思うし、倫理的にもどうかと思うし、うん、なんならこう、なんていうんですかね、生理的にそれを受け付けませんよみたいな。 ぐらいの拒否感があってもおかしくないっていう。うん、まあそう見られても全然しょうがないなっていう。まあ本当に思います、それは。うん、で、その大人と子供の関係が対等になり得ないっていうところ、大人と子供の関係は、もしそこに何か対等さを見出したとしても、絶対に不均衡があるし、うん、そこの関係は暴力的になるっていうのは、 本作のいろんなところで出てくるとは思うんですね。それが大人と子供で出ないにしても、自分がその両親がいなくなってもらわれていった家の先の家族と自分みたいなもの、あるいはそのちゃんと立場のある彼氏と後ろ支えになるものが何もない自分っていうものの男女の関係っていうものも、そこにあるのって絶対にやり返せない不均衡があると思うんですね。 で、ただ、その、もらわれてた家と自分との不均衡とか、後ろ盾がある彼氏と自分との不均衡とかっていうのは、社会的にそこまでは咎められてないんですよね。うん、むしろ、飲み込んでるじゃないですか、実家の家族は。うん、まあまあ、そういうもんかな、みたいな。うん、まあ、手出ることもあるし、しゃあないな、ちょっと、うちの兄ちゃんは気性が荒くてしょうがねえな、みたいな感じだと思うんですよ、あの、実家って。うん、でも そのパワーバランスの不均衡っていうものは絶対に暴力になると思うんですよね。それの中で大人と子供の関係は周りが咎めるものとして描いてる。でも、この本作のいろんなところにその力の不均衡による暴力っていうものは至る所に描かれてるんですよね。で、その自分たちは咎められない暴力の当事者である人間たちからの傲慢な、その、 差別というか、圧力みたいなのが、まあ主人公二人にかかってくるわけですけど、じゃあ主人公たちは自分たちはこうするしかないって思ってることが正しいかと言われたらそうでもないっていうのね。うん、こっちを立てればあちらが立たずみたいなのがね、この映画、至るところに詰まってるんですよ。うん。そうですね。本当思いますね。うん。うんうなんか、 やっぱ、まあ、見終わった感触として、どうしてもこれは避けられないと思うんですけど、やっぱりこの二人の関係性が美化されるというのは、やっぱそれはもう、まあ、しょうがないところは確かにあるんですけど、やっぱそれは結構、まあ、だからこそこれ結構危ういなとやっぱ思ったんですよね。結構僕はこの映画に共鳴はしているけれど、やっぱ危ういなと思ったのはそこで。そうなんですよね。いわゆる、なんというか、何も知らない第三者が、浅ましいという描写があるじゃないですか。 職場に落書きするとか、うん、結構もう、ああいうの結構テンプレみたいな感じじゃないですか。うん、フィクションで起きる。うん、ああいうのとかも結構なんか、ちょっと、でもそれは思って当然じゃないって感じやっぱするし、うん。うん。その、それをなんか、ああいう形で浅ましいものとしてなんか描いちゃうのも結構、無頓着というか、まあ、類型的というかっていうのはやっぱ引っかかるやろうし、うん。あとやっぱりちょっと、 これちょっとどうなんかなって思ったのは、やっぱりその、フミの秘密の存在かなっていうのはちょっとあって、うんうん、あれでなんかこの関係性が正当化されていくというか、うん、しょうがないじゃないかみたいな、理由付けみたいに使っていいんかなみたいな風な引っかかりは覚えます、やっぱり。良、うん、かったんかなって。いや確かにあのシーンめちゃくちゃ心を震わされたんですけど、うん、どうなんだろうと思う自分もやっぱあそこではいて、うん そうなんですよね。うん、当人たちが同意してたらこの関係性は許されていいのかっていうのはね、本当に本当に重大な問題なんですよ。その、幼少時のさらさにどこまでその判断をする力があったのかっていうところは、やっぱり思ってしまうところっていうのと、うん、あとまあその、同時に 判断力があるなしで、その本人の境遇っていうものは変えられなければならないのか、あるいは放置されなければならないのかっていうのも判断が難しいんですよ。例えばその家庭内暴力で虐待を受けてて、うん、でも子供は親が好きでこのままでいいっていうものを放置していいのかとかね、うん、そこを外部がどうこうするってむちゃくちゃ難しいと思うんですよね。うんで この映画のバランスが危ういなって思うのは、やっぱり主役二人のちょっと自分たちの境遇に寄ってるって言ったら違うんですけど、映画全体が二人の境遇に憐憫するかのように肩入れしてるムードがあることが結構危険だなと僕は思うんですね。で、その分、社会は雑目に描かれてるんですよ。 社会が雑に描かれてることで、でね、やっぱ二人に肩入れして見れて,てしまうっていうとこがあると思うんですけど、あの、危険ですよ、これは。<laughs> むちゃくちゃ危険ですよ。うん、そうですね。うん、いや、もう、もうほおっしゃる通りというか、うんうん、危ういと思ってても僕はそこに引き寄せられてしまってますからね、完全に。<laughs> 本当にどっぷりと。本当に。うん。ほにね、本当だから、本当見終わったらっ冷静じゃなかった。 って感じなんですけど、はい、だから本当に今、山口さんがもうビシッと言ってくれて、本当に本当にもう、ありがたいというか、はい、もう本当、ちょっと一旦冷静になれたなっていう感じがします、<laughs> 本当、自分の中で。まあ僕あの、子供いるんでね、やっぱりね、あの、そのあたりのブレーキ、昔よりめっちゃかかっちゃうんですよね。うんうんうん。まあまあまあ。うん、いやでもそれは、いやむしろそれが正しいと思いますというか、うん、うん。まあそういう中でも、その今、ちょっと僕が今刺さってる、 うん、部分の話をちょっとしてみたいなと思うんですけど、はい、この映画を通じてやっぱりこの2時間半かけて2人のことを深く知ることになるわけじゃないですか。で、やっぱりその深く知ったからって、うん、それが受け入れられるかどうかってまた別じゃないですか。うん、まあ普通に考えたら、いやダメでしょってなるとか、うん、まあ社会はとか第三者とかみたいな風に、いやダメでしょってなることは全然あるし、うん、でもその深くお互いをこうさらけ出して知ることができた上で分かち合うことができたみたいな。 まあ二人の関係性がそれになると思うんですけど、まあそれの喜びとかもあると。うんうん、なんかそういう何というか、もう何度も繰り返しな話にはなるかもしれませんけど、そこがやっぱり僕には刺さるというか、うん、まあ誰かと関わり合う上で理解し合うことはできないという絶望も分かっているし、けど分かり合えたっていう。うん 希望にもすがりたいみたいな、その両方相反する感情が僕の中でこう渦巻いていてみたいなと、うん、こにどうしてもなんか刺さってしまう。うん、たとえこの、なんというかこの映画のとてつもなく危ういと。うん、もう問題的にも結構どうなのこの描き方っていうのは気づいてはいてもそこにどうしても僕はどっぷりと飲め込んでしまうっていう。うん、なんかそこはやっぱ自分の中でも危ういなとは思いつつもそこから自分は逃れられないんだなっていうのはちょっと思ったんですけど。うんうん やっぱそういう意味で僕はこの映画のことが、まあそうですね、曖昧にな、ぼかす感じではなく、好きか嫌いかで言うんであれば、好きになってしまうっていう感じです。うんうん。そうですね。原口さんどうですか結構その、倫理的に淡い部分、割と指摘しながら話してたんですけど。うん、あれなんですけど、だから正直俺、だから最初はああいう感想いった分、何も言えなくなってどうしようと思いながら聞いてたんやけど。 でも、やっぱ、縁もい話ではあると思うんですよね、それは。そうですね。あの、小さい時のさらさは、結局、いやいや変えたくなかったわけじゃん。ああ、ならざるを得なかったわけでの救いの手ではあって。うん。うん。うん。でもそう、うん。どんなにやっぱり理由付けされても、やっぱり許容できないんだよなっていうとこは、どうしてもあるので、これがやっぱ難しい。うん。うん。やっぱ許されてはないですよ、それは、みたいな。 で、やっぱそれは、うん、多分、はっきりとそれは言った方がいい。うん僕は結構どっぷりと、この二人の関係性に、うん、関係性というか、うん、に感情移入して、うん、もう二人が良ければいいよ、みたいな風にはなりますけど、うん、ただ、それは認められてないものではあるよっていうのは、言っておく、うん、必要は絶対あるっていう。うんうん、そうとかな、あのあ、その時ちょっと言葉足らずやったのが、 15年経っても結局周りは変わらんのかっていう気取りが結構ら感じてはあって、そこが非常に苦しかったんだけどもう、社会を回りよっていう。周りは、まあ、二人をもて遊ぶってことですよね、その。うん、で、結局、警察がそれに乗っかるっていうんかな、うわーってなってな。結局お前らも変わってないんやな、っていう、うん。うん。あそこの警察描写も雑だったなと思うんですよね。うん。うん。そうですね。うん。確かに雑やなと思いました、そこは確かに。うん あのー、ちょっと思ってたんですけど、まあそのの秘密、その、フミの秘密その、どう言ったらいいのかな、うん、男性器の発育不良って言ったらいいんですかねあれは。そうですね。多分それで合ってると思います。うん、うん。その、小さいというよりは、明らかに何らかの症状によって、ほぼないぐらいの大きさになってしまってるっていうのが、フミの非常に強い劣等感としてあって、 彼の行動をいろんなところで絞ってる部分だったと思うんですね、そこが。うん、で、ちょっと思ってたのが、あれって誰も知らなかったんですかね。例えばその、少年院入ってた時に、何らかの、例えば過去の通院歴から、あ、こういう風なものがあるんだってなったら、また違うと思うんですよね、彼の見え方って。あ、そういう、ちょっと、性的な能力。うん にまあ不十分な部分があるんだなとかってなったらまた全然違うと思うんですよなんだったらその判決が多少同情的になってもおかしくないとは思うんですよねもしあの事実が明らかになってたとしたらで、例えばそういう少年院に入る受刑者って言っていいのかな少年に入る人わかんないですけどそういう過去の病歴とかも調べないんですかね そこが分かってたら、現代での警察の対応の仕方もまた全然違うものになると思うんですよ。うん、でもっと言うなら、そういうのって簡単に漏れ広がって、マスコミが、あの、ジョジョを誘拐した男は、あの、ペニスがどうこうしてた、みたいなね、また別のモテ遊び方をされてもおかしくないと思うんですよね。うん、でそうなったら少なくとも、この話の軸になるみがロリコンであるっていう件は、微妙にずれて、 そこに焦点が当たりきらなくなると思うんですよ。そうなったら。で、そこはちょっと僕よくわからないなと思って。うん、まあ、それだけ徹底的に人に伝えないし、人に見せないようにしてたってことなのかなとは思ったんですけど。あ、そう、その辺を結局ね、あのお母さんがどこまで理解したんかなっていうのがあって、うん、で、それのメタファーとして、あの、育てない木を捨てるっていうのが表してるのかなと思うんだけど、うんうん。確かにね。もしかしたらツインもさせないかもしれないですね。あの感じやったら。 人に知られるのが恥と思ってるから、<ー>そもそも通院もさせてないし、もう家の中で、うん、なんだろう、なんて言ってるのかな、あの、種なし語みたいな感じで、離れに閉じ込めてましたからね。うんうん、だからもうの一家の恥であると。あの、座敷牢ですからね、あの、小屋は。うん 一家の恥だから隠してるし、まあそれがあるから、もう母親に存在を全否定されたっていうトラウマもあって、もうその人に伝えることが全くできなくなってしまう。だから、あのことを人に知られるんだったら、またロリコンと思われた方がマシであるっていうふうに判断してたってことですよね、あれは。そういうことかなと思ったんですけど。うん、そうなんですよね。その彼の、その、まあ、多分遺伝子的な、うん、多分。 何病とかだと思うんですけど、ああいうのっておそらく。うん、が、まあ、秘密として、まあ、最後にドンって出ることで、うん、結構、なんか今まで見てきた、僕のなんというか、その見てきた、うん、これまで見てきたその物語の内容が結構、あれっていうふうにはちょっとなったというか、うんうん。うんうん、なんかある種のこう、途中なんかこう、二人で、サラサとフミが湖で、ボートに乗ってるシーンとかで、うん、サラサが結構、男女の関係になると、毎回、うん、 セックスが絡んでんかそういうのにまあうんざりしてるみたいな描写があったじゃないですか。うん、でなんかそこでそのセックスというのが別になくても男女の関係っていうのは成立するよねとか、うん、まあそういう価値観みたいなのを、うん、まあやるのかなと思ってたら、うん、で最後その彼の体の秘密っていうのが明らかになることで、うん、なんかどう見ていいのこの話ってやっぱなっちゃうというかやっぱその後にかつての過去シーンでの,そのケチャップ口についてる唇を見てるっていうなんかインサートが挟まれることで。 で余計に何だろう、これはみたいな、うん、結局え、まあその、ちゃんと機能があればそういうことしてたんですかみたいな風に見られてもしょうがなくないっていうなうかちょっとそ,そ,そこで違和感はめちゃくちゃ感じたんですよ。そう それはそう。そう。でも同時に、なんというか、そこの、あのその彼の発育不全みたいなところが、なんというか、昨今のその有害な男性性的なものに直結するようなメタファーみたいな感じで使われてるようにも見えて、うん、なんかそこに刺さりつつも、その使い方グロくないっていう、うんうん、グロテスクや、はい、ないですか、その使い方。はい、あとはすごく思って、はい、なんか本当にこれはいいのか悪いのかっていうのは、はい、そこで結構悩みました。悩んではいます、うん、本当に。うん あの、私の場合はむしろ、もちろあの、あそこで、あの、そのちょっと前か、俺唯一この作品で苦手なのが、あの、ふみが服を脱ぎるとこだけは、お前そこはいるかっていうのは正直思って、あそこだけはちょっと俺合わんかったんけども。 あ,あそこもね、ちょっとね、不安になりましたね。うん、普通に僕はあそこセックスしようとしてると思いましたからね。あ<ー>、うんそうですね。ちょっとあそこ、そ<う>正直どこまで見せんねんって、ちょっと、えって言うはなった俺、正直。うん、あそこだけちょっとな、うん、泡かって。結構ね、やっぱ、もともとあよい倫理観を描いてた映画ですけど、さらにあそこで2、3段階、あやうさんのツイストがかかるんですよね。<laughs> あ<の>うんそう。 そうなんですよね。<laughs> え、じゃあ、ロリコンじゃなくてそういう身体的な病気だから、だからこれは良かったことになるんですかみたいなことも考えてしまうし。うんそうえ でも、それって、あの、<う>マリオさんさっき言ってた、能力があってたらしてたってことですかとか、あるいは、なんだろうな、その、性的な、あの、能力に自信がないから大人の女性に思考が向かなくって、小さい女の子に向かってましたってなったら、うん、またそれはそれで嫌なものに見えるぞ、みたいなね、あの、あそこでね、うん、こう見えたら、この話、嫌な話だな、っていうパターンがね、爆増するんですよ。<laughs> うん、そう、そう、そう。<laughs> そうなんですよ。ね、なんか、こっちを否定したら、その、性的思考をすごい差別的に扱ってるように見えるし、そうじゃないってしたら、逆にその、身体的な病気はこういうことにつながりますみたいな。え、それをそれで、あの、飲み込むの難しいな、みたいな。うん、何かが差別的に扱われてる話になっちゃうと思うんですよね、あそこで。そう。 そうなんですよね。そういう、ね、まあ、遺伝子的な、先天的なもので、うん、そういう風になってる人とかのことは、うん、なんか結構雑に扱うな、みたいな言い方になってるじゃん、うん、これっていう風には見えちゃうので、うんうん、そう,うん、まあ。で、やっぱその、そう先天的な何かが、うん、その、いわゆる男性的でないことへの、うん、なんかこう、劣等感とか引け目、みたいなものになってるっていう、うん、ま、それをなんかこう、今的なテーマみたいな感じで扱おうとしてるっていうのも、うん 危険やなというか、こうやっていいのかそれみたいな風に、うん、はやっぱどうしても見える。っていう、うん。その、ね、あの、男性器と男性性を直結させて語ると、またそれはも、もはやそれは差別だろうみたいな話になってくるし、みたいなね。<laughs> うん、<laughs> めちゃくちゃ危ういですよ、うん、あそこ本当に。うもう。<laughs> うん で、あそこに至るまで、まあ、その、ロリコンというか、その、小児世代は、多少丁寧に描こうとしてたんですけど、身体的な部分の話って、あそこってもう、要はサプライズじゃないですか。驚かすための展開ですよね、そうそう基本的には。え、うん、あの、うん、この病気はサプライズ要素なんですかみたいな。それは結構、やばいやっていう <laughs>、うん。そう。そうなんですよね。はい。いや、本当ね、 危ういですよ。<laughs> 危うい。<laughs> うん、まあ、なんだろうな、その、それら全部含めて、この、一辺も正しさがない話だと思うんですよね。そもそも、ふみも、はじめ、うん、その、自動相談所とかに話を持っていけばよかったわけですよ。<laughs> かくまわずにね。そうですね。そうそうすねまあそれをできるほど大人でもなかったし、やっぱり小さい女の子を家に入れたいなっていう思いもあったんじゃないかなっていうふうに見える。うん、その小さい女の子が好きというよりは、誰かと触れ合いたいっていう思いがあって、そのために部屋に呼んだっていうふうにも見えるとは思うんですよ。というかあると思うんですよね、それは。 でもやっぱりそうはできなかった。よりベターな選択肢を取れなかったと思うし、おじおばの家でその家の子に性的な暴力を受けてたっていうことを言えてたら、また違った話になってたし、フミが自分の身体的な病気の話を人に伝えられてたらまた違う形になってた話だと思うんですよ。でも、やっぱり二人は正しい選択を取れなかったっていうのがこの話のすごい大事な部分だとは思うんですよね。 正しくない二人でどう見ても正しくないっていうその物語を見てるこっちからしても正しくない二人真実を知ってる感覚でさえ正しいと思えない二人がそれでも寄り添うっていうのをどう捉えるかっていうのがねむずいなと思ってはい,いやでも問いかけとしては本当にすげえ映画だと思いますよ <laughs>、うん、<laughs> そうなんだよ、ね、なうんいやあのなんか 喋ってスッキリしました。僕この映画ずっとモニョモニョしてたんで。僕もめっちゃスッキリしましたね。やっぱり。<laughs> もう僕本当見た直後、本当二人に感情移入しすぎて、ちょっと心がやばかったですからね。本当見終わった直後は本当に、ほ、うんに、うん。ちょっとどっぷり入り込みすぎててちょっとまずかったので、うんうん。まあでもまあその自分の中の評価としてはやっぱそこにやっぱ乗っかっちゃう自分が勝っちゃうけれども、うんうん、やっぱそこには絶対、そこをないがしろにしてるわけではないので。うんうん そうですね。あの、なんかこの感じ、ちょっと久しぶりだなと思って、あの、竜とそばかすの姫の時を思い出しました。あの、<laughs> 原口さんが基本肯定で、僕とマリオンさんがもううにゃうにゃ言いながら、根っこの部分で好きな部分があるっていうのをね、言ってたのは、あの、竜とそばかすの姫回を思い出しました、ね、<あー> <laughs> <laughs> はい,いや、でも、話してよかったんじゃないですか。というか、この映画はね、話さないと、ずっと、あの、お腹の中に溜まり続けてたと思います。<laughs> うん、そうですね。いや、本当に。本当にちょっと話せてよかったです、本当に。はい。じゃあ、そんな感じで割っときましょうかね。はい。はい。えーと、では、じゃあ次回は、もう、派遣アニメで行きましょうか。はい。派遣、はい、アニメ喋りたいです。はい。派遣アニメで行きましょう。はい。では、ルローの月はこれで終わりたいと思います。 えーとでは、お知らせになります。 この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています番組の感想次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです受付先は番組説明文をご確認くださいまた次回バー開催情報をポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますのでツイッターのフォローもよろしくお願いいたしますはいそれでは映画の話したすぎるラジオ第65回ルローの月の回を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよならさよなら